皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV、トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ロシアは核を使わない、ではまいります。本日は、ロシアが核兵器を使うのかどうなのか、もっと言うと、プーチンさんが核兵器を使う決断をするのか否かという考察をしたいと思います。この考察にそもそも意味はあるのかと、ロシアすぐ嘘つくじゃないかと思われる方も いるかもしれませんけれども、この考察に意味はあります。これは何かというと、西側の支援武器の内容とスピードが変わってくるということです。現在、ウクライナでは、兵士の皆さんのみならず、老人、女性、子供、障害者、そして、まあ、ペットなどの動物たちですね、尊い命が多く失われております。子供たちは、命は助かった、でも、腕をなくした、足をなくした。そんな子供たちが、笑顔で写っている写真ですね、胸が締め付けられるような写真というのがたくさんあります。そういう被害を少しでも早くなくすためには、一人でも多くの人の命を救うためには、西側の支援が加速していくこと、そして支援内容が変わっていくことというのが重要になってくる。ここで、ロシアが果たして本当に核を使うのか、プーチンさんが核を使う決断をするのかどうなのかっていうことを考えることは、非常に意義があるんじゃないかなという気がいたします。戦争当初、ロシアはこの核兵器を使うかもしれないというのを脅しに使っておりました。戦争開始当初、プーチンさんは、ロシアの戦略核部隊を特別警戒体制に格上げするっていうことを言ったんですね。いかにも核を使うぞっていう脅しだった。当初はこのような核の脅しというのをロシアは多用してました。なぜかというと、NATO とか、まあ、西側諸国に介入してほしくなかったということです。この目論みは成功しました。NATO は介入してきてない、アメリカも介入してきてないというような状況になりました。しかしそこから武器の支援が始まってくるというところなんですけれども、武器の支援がどん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 内容が良くなって、今ハイマースという非常に高性能な武器が供与されているにもかかわらず、核の脅しではなくて核兵器を使わないというメッセージの方が強くなってきている、そういう不思議があるわけでございます。まず我が国に関係するところで考えますと、こちらでございますね。はい、ロシアのまあ大使、駐日大使ですね、ガルージンさんが、原爆の慰霊碑に献花をしました。自身は呼ばれていなかったので前倒しして訪れて献花をしたんですね。そこでこのウクライナでの戦地では核使わないということを明言しました。明言した。さらにこれより前なんですけれども、こちらはイギリスになりますね。BBC になりますけれども、駐イギリスのケリン大使、ロシアの大使でございますけれども、ケリン大使という方が、同じくウクライナの戦地では核は使わないと。こちらは戦術核になりますけどね。核は使わないということを明言しました。さらについ最近ですけれども、NPT になりますね。核不拡散防止条約になりますけれども、こちらの会議が国連で開かれましたけれども、ロシアの代表も参加しております。そして、ロシアは核兵器のない世界を構築するという目標に向けて揺るぎなく取り組んできたっていう嘘吹いたことを言ってますけどね。じゃあなんで北朝鮮が核開発してんだって話なんですけれども、この中で、この人はですね、核戦争に勝者はいないし、決して戦ってはいけないと信じていると。核を戦争で使ってはいけないということを、この人は国際会議で明言している。そしてこの NPT の会議に対して、プーチンさんが声明を出しております。その声明の中でも、核戦争に勝者はないってことを、ご自身の口から言ってるんですね。核戦争に勝者はないと。ということになると、核兵器を使った時点で、ロシア・ウクライナ戦争でロシアに勝ちがなくなるっていうことを意味します。という形で、ロシアの発言っていうのは、核を使うぞって脅しから使わないっていうメッセージに変わってきている。その間に西側の支援はどん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 ロシアを苦しめる支援になってきている。にもかかわらず使わないというメッセージの方が増えてきたということでございます。しかしながら、ロシアはですね、まあ嘘800つきまくってこの戦争をやってきて、ロシアが何と言ったところで信用はできないというふうに私も思いますし、皆さんも思っていると思います。その上でちょっと見方を変えたいと思います。こちらの記事行きましょうか。はい、プーチン氏がバイデン氏に反論、原爆投下引き合いにということなんですけれども、これはバイデンさんが記者とのやり取りの中でプーチンさんのことを殺人者だと思うかっていう質問された時にそう思うということで、それがニュースになりました。バイデンがプーチンを殺人者だと言ったということですね。それに対するプーチンさんの反論です。そっちこそそうだろっていう話をしたんですね。アメリカこそそうじゃないかと。日本で原子爆弾を落として一般市民を犠牲にしたじゃないかと。お前らこそ殺人者だっていう反論をしたっていう話でございます。そしてここで少し、
話をですね、もう少し時計を巻き戻して飛ばしたいと思いますね。2014年まで時計を巻き戻したいと思います。一つの映像をご覧ください。こちらでございます。軍人との敬礼姿でさえ、なんだか微笑ましく、いい印象に見えてしまいました。しかしそんな気持ちを吹き飛ばしたのはこのシーンでした。2000人による戦争の歴史がパフォーマンスで繰り広げられていたんですが、音楽がやみ原爆の映像が出た時です。原爆の映像が出た時に会場から拍手が沸きました。この拍手には私かなり違和感を持ったんですけども、よく見るとプーチン氏やメルケル氏は拍手をしていません。そしてその後 TBS のカメラマンが捉えた映像を見てください。プーチン大統領が胸で十字を切ってたんです。原爆を落としたのはアメリカですし、このパフォーマンスがプーチン大統領の計算だったとうがった見方もできるんですが、真実は分かりません。はい、この映像は2014年になりますね。ノルマンディ上陸作戦70周年記念式典でございます。この時にスクリーンに原爆投下の映像が流れました。その時にオバマさんは拍手をしたわけですね。顔は険しかったけれども拍手をした。しかし同じタイミングでプーチンさんは十字を切りました。で、この映像知ってる方多いと思うんですけれども、原爆投下の被害に遭われた日本に対する哀悼のそういう気持ちが湧いたんじゃないかと私は思っておりまして、その当時。今ちょっと意見変わりましたけれども、正直初めてこの映像を見た時には正直感動したし、ありがたいなというふうに思いました。そしてプーチンさんに対する親近感も湧きました。そしてですね、この映像に関して、フェイクだっていう考え方もある。つまり演技だっていう話ですね。プーチンさんは、KGB にいた諜報員でございます。カメラに映ってるっていうことを意識して、世界にですね、自分の人物像っていうのを作るために演技をしたんじゃないかっていう疑惑もある。しかしですね、この映像をよく見ると、プーチンさん十字を切るときに喉が動いてるんですよ。これは反射的な、生理的な反射的な動きなんですね。非常に自分が緊張が高まった時、うんってですね、なんだこれはと思った時に喉って動くんですね。で、喉が動いた上で十字を切っているっていう、そういうシーンなので、私はわざとではないというふうに思います。この戦争が起きるまで、私はこのプーチンさんが十字を切ってくれたことに感動しておりましたけれども、しかし現在のロシア・ウクライナ戦争でプーチンさんが支持していること、ロシア軍がやっていることっていうのは明らかに虐殺です。一般市民に対する虐殺です。焼夷弾のようなものを住宅地にばらまいていたりしますし、子供も被害に遭っている、ご老人も被害に遭っている。そして、殺戮するだけの部隊というのをブチャに、投入してですね、大量殺戮というのも行っている。本当に同じ人なのかと思うぐらいやってることが違うわけでございます。この説明がつくと、納得がいくと、ロシアは核兵器を使わないんじゃないかっていう結論に行くということ。なぜプーチンさんが十字を切ったのかということなんですけれども、先ほどお届けしたバイデンさんとプーチンさんのやり取りに現れている。そして、ガルージンさんが、広島でのこの原爆ですね、原爆慰霊碑に現れたというのところともリンクしてくるということになりますが、なぜロシアがこういう動きを原爆に対してするのかといえば、アメリカが投下した原爆だからだというふうに思います。ロシアは世界で唯一原爆投下を行って大量虐殺をしたアメリカというのを蔑んで見ている。軽蔑しているんだと思いますね。だからアメリカの投下した原爆に対してプーチンさんは十字を切ったんじゃないかというふうに今私は解釈しています。だから自分たちの通常兵器による虐殺に関しては何ら罪の意識を持ってない。我々の目的を叶えるためにしょうがない戦争なんだと割り切ることができる。でもアメリカの撃った原爆に対してはとんでもないことをやりやがったなということで、それに対しては蔑んだ目で見ているということです。ということになると、ロシアが自分たちが原爆を使うということになると、これは戦術核でも同じかもしれませんけれども、結局、アメリカと一緒になるってことを意味するわけですね。ロシアという国が歴史の中で原爆を使った国、アメリカと並び立つということになってしまう。これだけはロシアのプライド、プーチンさんのプライドが許さないんじゃないかっていう気がしてしまうということでございます。なので、ルスキミール、ロシアの世界を取り戻す戦争だ、ルシズムというですね、民族優勢思想に、
基づいた戦争だというところとも紐づけて考えても、自分たち、ロシア人の優位性というのを対アメリカで比べたときに同じには絶対なりたくないということですね。こういった、一つ何か屈折した感情というのが、プーチンさんが最後核のボタンを押すのを躊躇させるんじゃないかなという気がいたします。そしてもう一つなんですけれども、ロシアがですね、この戦争が終わってからも生き残っていくためには絶対的に必要なものがあります。それが中国との関係ということになりますね。もう一つ言うとインドとの関係ももしかしたらあるかもしれませんが、ただインドの場合は、インドが保有している武器のロシア依存度が下がれば離れていくはずなので、インドの場合はあんまり当てにならないかもしれない。しかしながら中国はアメリカを敵視してアメリカの覇権に異を唱えているわけですね。そこでロシアと組んでいるっていう状況があるわけです。なのでロシアとしても中国とは離れたくないということなんですけれども、これですね、実はウクライナがここで鍵を握っています。なぜかというとウクライナと中国の関係というのはこれまで良好でした。さらにウクライナゼレンスキーさんは中国に対して今ロシアを止めることができる、中国はそういう、カードを持ってるんだと、力を持ってるんだということで必死に中国に訴えかけてます。中国はこれに答えていないので、習近平さんとゼレンスキーさんの会談は行われておりません。中国が一方的に無視している形になります。けれどもウクライナと中国の関係がこれまで良好で未だにパイプがあって、ウクライナは大っぴらに中国を批判してないというこの状態、もしロシア・ウクライナ戦争、ウクライナに有利なように傾いていったときに、もしウクライナが中国に対してこういうふうに、なんですかね、関係をつないでいなかったら、中国はロシア側から逃げ出す方向がなくなるんですね。ところが、ウクライナがつないでいることで、中国はウクライナ寄りに逃げ出すことができるということです。核を使ったらさすがの中国もウクライナ寄りになるんじゃないかというふうに思いますね。完全に孤立してしまうということになりますので、こういう、ロシア・ウクライナ戦争から先を見据えたところでも、ロシアは核兵器を使うことをかなり躊躇するんじゃないかなと思います。当然、インドも批判するし、パキスタンも批判するし、北朝鮮が核を持っていれば保有国になりますけれども、北朝鮮以外の核保有国というのは、すべてロシア批判に転じるというふうに思いますね。ということになると、ロシアは孤立してしまうということになるので、ルースキミール、ロシアの世界を取り戻すのは遠のいてしまう。そして、歴史的にアメリカと一緒だという、ロシア側からすると不名誉なレッテルも貼られてしまうということになります。これがロシアが、そしてプーチンさんが核を使わない心理的な要因なんじゃないかなという気がしてしまいます。それをもしロックオンして見据えるんであれば、ウクライナに対する支援というのはもっと加速させなければいけないし、支援の内容というのも積極的にならなければいけない。今のところ世界でロシアが核兵器を使わないんじゃないか、使えないんじゃないかと言っている国は一国だけですね。イギリスになります。イギリスはもうそういう読みをしている。次のイギリスの首相が、現在ですね、外務大臣をしていたトラスさんになりそうなんですけれども、トラスさんになったらですね、この考え方のもとにさらに積極的な姿勢になっていく。そして、アメリカにも理解を求めですね、ロシアはおそらくあんたたちと一緒になっちゃうのが嫌だから核兵器使えないよと。なので、もっと支援を加速させなければいけないという、合意がなされることを希望したいというふうに思います。ちょっとですね、結局のところプーチンさんの気持ち一つというところになってしまうんですけれども、これによって、ウクライナの民間人の方もですね、命が一人でも多く、そして怪我人、犠牲になる人が一人でも少なくなることをお祈りしております。ということで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。